こんにちは、みゆです。今回はジェリー10月号のミニマルジバーム5色セットの付録を使ってメイクをしていきたいと思います。はい、中身はこんな感じになります。手に塗ってみた感じもこんな感じです。では早速メイクを始めていきたいと思います。はい、まずはじめに目元全体にこちらシャイニーベージュを塗っていきたいと思います。こちら開けてみたらコロコロみたいな感じです。もう匂いはほんまにいい匂い。でこちら全体に早速塗っていきたいと思います。塗りすぎても全然大丈夫なくらいちょうどいい感じに広がってキラキラになります。じゃあ右目もしたいと思います。じゃん、こんな感じになります。こんな感じですね、目元は。じゃあ次にですね、こちらの二重幅にゴールドブラウン、この色か、ゴールドブラウンを二重幅に塗っていきたいと思います。これもね、手はあんまり使わずにこちら二重幅で、やりすぎるとちょっと濃くなっちゃうんで、ちょっと自分で調整しながらポン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 って二重幅の真ん中から塗っていきます。でちょっと指で見せますように、右も同じようにこの黒目からこんな感じで広がすように指でね、ポン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 ってやるとね、ちょうどいい感じに滲むんで、こんな感じになります。ですね、で下のこちらまぶたも一緒でここら辺まで塗ります。こっちも一緒に、こんな感じになります。こんな感じで全体的にこちらゴールドブラウンになります。でですね、最初に使った全体的に塗ったシャイニーベージュをこの涙袋、うんって笑った時に涙袋グーって出るんで、うん、さっきの半分までやった残りの半分を塗ります。じゃん、こんな感じになります。こんな感じでちょっとなじませてあげたらいい感じに。で、まずは全体的に塗ったのに涙袋を作る。笑ってニコってしたときに髪の袋をかけます。こんな感じで、こんな感じでちょっと分かるかな、うんってやったときに涙袋を描いたら涙袋ができると思います。でラインが、いつも私が使ってるラインはラブライナー、見て、ちっこすぎて何も見えへんか。ラブライナーのアイラインを使っていきたいと思います。ラインはもう長すぎず短すぎずっていう感じですね。ここのね、端っこだけ引きます。ちょっとこんな感じ。こっちも一緒でこんな感じで、鼻筋はケイトのライトブラウン4 EX4 をやります。
これは私はあの眉毛と鼻筋どっちも一緒に使っております。使うときはこちら真ん中からこういう感じ。こっからだとその鼻筋がなんかくっきり濃くなっちゃうので、真ん中から薄くソンみたいな感じでいきます。こんな感じです。でハイライトなんですけど、ハイライトはこちらもう一回使ったシャイニーベージュをやります。まずはこの鼻筋だけだけで、次はここここですね、ここの部分を塗ります。ハイライトにもできるのほんまにすごいですね。こことここだけですね、塗った。こんな感じです。はい、次はマスカラを塗ります。こんな感じでまつげが上がりました。いつもねマスカラがこちらヒロインメイクを使っているんですけど、ほんまにおすすめ。じゃあ、今回使うのはヒロインメイクのボリューム&カールマスカラのこちら茶色、茶色色を使っていきたいと思います。じゃん、これほんまにおすすめ。もうマスカラは絶対これ。いい感じにやってくれる。こんな感じになります。ほらもうちょっとだけ塗ったらほんまにこの全然違う。こっち右も塗ります。でまあマスカラはこんな感じですね。下もだいたいまあちょっとだけ、だいたい私はその下マスカラを塗るときにそのこっち側が濃いときはその こからここだけを塗ります。半分だけ塗ります。こんな感じです。次にチークを塗ります。チークはベビーピンクこの色を塗ります。でこっちも塗ります。こっちもだいたいそのまぶたと一緒でポン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 ってこの笑ってるここの部分を塗ります。ポン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 って塗ったらこんな感じになるんで、この指でチョン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 ってね、こんな感じで遠くから見てもこっちと塗ってる感じ全然違いますね。こっちもポン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 って塗ったら色がつくんで、指でなじますように広げていきます。うん、いい感じ。最後にこちらプラム色の色で口紅を塗ります。こんな感じ。もうすぐ塗ったらもうすぐ広がる。こんな感じになります。めっちゃ色も可愛いし、もう全部の色がもういい匂い、めっちゃいい匂い。
これでメイクが完成しました。こんな感じになります。終わりです。見てくれてありがとうございます。じゃあまた。